韓国空軍が訓練中の戦闘機 F35A の事故の原因について発表したよ。何か隠しているような言い訳のような疑問の残る原因だな。そもそも、戦闘機 F35A の定期的なメンテナンスは言っていたのかな。アジアの整備拠点である日本での整備を拒否して、なぜ経費をかけてまでわざわざ遠いオーストラリアまで持っていくのか。今後、事故機を修理するのか、気になるところだな。さて今回はこの戦闘機 F35A の事故について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年3月3日、韓国空軍によると、1月4日に発生した訓練中の最新鋭ステルス戦闘機 F2 が、中西南道のソサン基地に胴体着陸した事故について調査の結果、バードストライクが原因であったと発表したよ。訓練飛行中であった F35A はチョンジュ基地を離陸し、空対地ミサイルの射撃訓練に向かう途中、およそ330メートルの高度で飛行中に機体の左側のエアインテーク空気の出入り口にワシが衝突したみたい。エアインテークから吸い込まれたワシはウェポンベイ機体内部総積載室との間にある機体の遮断壁まで突き破り戦闘機内部まで取り込まれ、電子系統の異常により着陸装置ランディングギアが作動せず胴体着陸したことが分かったよ。ウェポンベイ機体内部総積載室内部に着陸装置ランディングギアを作動させる油圧パイプや電源供給配線があり、ワシと衝突したことにより、それらが損傷しランディングギアが作動せず車輪が出なかったとしているね。また、韓国空軍によると調査の結果、バードストライクにより破損した箇所以外で戦闘機の欠陥や不備、パイロットの操縦による過失は見つかっていないと説明しており飛行再開にあたり、パイロットや整備士に対し注意喚起と教育に努めるとしているらしい。F35A のメーカーであるアメリカのロッキード・マーティン社などと共同で正確な事故原因を調査し、機体内部総積載室に衝撃が加わった際の衝撃を最小限に抑えランディングギアの正常作動、補助作動システムが独立する構築案を協議する計画みたいだな。韓国空軍関係者によるバードストライクに関する衝撃の大きさだけど、燃料を搭載して20トンを超える航空機が 10kg の鳥類と衝突して受ける衝撃量を換算してみると約30トンだったと説明しているよ。しかし、F35 戦闘機自体が何かに衝突した場合、もちろん搭載燃料などの質量が関係するけど、今回の場合は 10kg の鳥類が時速 900km で衝突したと説明するのが望ましいのではないかとの指摘があるね。朝鮮日報によると F35 の時速は 900km とのこと。この事故については同じ内容の記事が多く報じられているが、日本のインターネット上においては不自然な点が多く信憑性に欠けるとの声もあるぜ。F35A 戦闘機は、エアインテーク空気の出入り口の後ろに、ウェポンベイ機体内部総積載室が存在しその後ろに着陸装置ランディングギアがあり、本当に 10kg のワシが時速 900km で衝突したのなら、大きな衝撃で機体が損傷することはあってもウェポンベイのさらに後ろの外側にあるランディングギアが作動不良になるものか考えにくいってわけだ。時速 900km もの速度で衝突したワシの重量が 10kg であったなどどのような状況でその判断ができたんだろうな。本当にワシがいたのならおそらく鳥の姿は確認できないほどバラバラだったと思うぜ。事故当日、訓練飛行中であった F35A 戦闘機は清須基地を離陸し、空対地ミサイルの射撃訓練に向かう途中、およそ330メートルの高度で飛行中に機体の左側のエアインテーク空気の出入り口にワシが衝突した。との発表から、この内容に誤りがなければ、ウェポンベイ機体内部総積載室には射撃訓練用のミサイルが積み込まれていたんじゃないかな。ワシはこのミサイルを越えてさらに後ろのランディングギアまで到達したことになるね。仮に、取り込まれたワシが後方のランディングギアまで到達し、ランディングギアを作動させる油圧パイプや電源供給配線が損傷しランディングギアが作動しなかったのなら、主翼下の格納庫も開かなかったと思われるけどな。その上、ランディングギアを作動させる油圧パイプや電源供給配線が損傷しランディングギアが作動しなかったのなら、手前のウェポンベイの開閉も不可能で、ミサイルを抱えたまま胴体着陸をしたことになるぜ。まさか、パイロットの命を尊重する軍隊においてミサイルを抱えたまま胴体着陸をするわけがないよね。ミサイルを抱えていたことはどこも報じていないことからするとミサイルは収納していなかったのかな。また、ミサイルを収納していたとしてウェポンベイ内のミサイルを廃棄できないのであれば、危険回避のために機体を海中に落とし、パイロットには緊急脱出を指示するはずだが、なぜ危険な胴体着陸したのかも疑問だぜ。中央日報の記事によると事故当日、F35A 戦闘機を操縦していたペ少量は突然ドーンという音を聞いた。計器板を点検すると操縦桿とエンジンだけが正常で他は全て作動しておらず、通信も途絶えた。と報じているよ。F35A は搭載された全てのセンサーの情報がひとまとめに処理されており、戦闘機の電子系統が作動していなかったのならもちろん、ウェポンベイの開閉扉やランディングギアも作動しなかったんだろうね。今回の F35A 戦闘機は、3つあるランディングギアの3つ全てが作動しなかったようで、このような状態での滑走路への胴体着陸は、とても危険だぜ。胴体着陸は場合によっては転覆したり傾いたりして、激しく損傷したり火災が起こり、操縦士が死亡する危険もあるが、この事故での操縦士は負傷することなく歩いて出てきたというし、操縦桿とエンジンだけが正常だった状況で不幸中の幸いだったのかもな。着陸時の火災に備えて空中で燃料を空にしなければならないけど、そのことについても報じられていないからどのような状況であったかはわからないよね。ペ少量は後方装置が作動していない状況の中で、F35A 戦闘機が内陸部に墜落するのを防ぐために溶岩で海岸線を見ながら飛行したとしているんだけど、なぜこの時点で緊急脱出しなかったのかな。一部ではペ少量は機体を放棄して非常脱出するべきであったとの声もあるな。機体にバードストライクの跡があったようだが、事故発生から2ヶ月も経ってからのバードストライクとは疑わしいとしか思えないぜ。そもそも事故当初、操縦していたペ少量は突然ドーンという音を聞いた、とあったけど何の音だったかについては報じられていないんだよね。これこそがワシが衝突した瞬間の音だったのかな。事故原因についてはいろんな意見があるけど、事故機が定期的なメンテナンスを行っていたのか、また今後、どこで修理をするのか気になるところだね。今、最新鋭戦闘機 F35 が世界各国で運用されるようになり、それに伴って多数の製造拠点が必要となっているぜ。現在設置されているのはアメリカのメーカーであるロッキード・マーティン社のフォートワース工場以外では日本とイタリアの2カ国のみだな。日本は名古屋にある三菱重工業の F35 最終組み立て検査施設 FACO がありアジア太平洋地域の国際整備拠点 MRO&U だぜ。F35 ライトニングは一定の時間飛行したら機体を分解、整備するメンテナンスを受けなければいけないからね。このメンテナンスを行うために設置されてのが国際整備拠点 MRO&U ってわけ。そのステルス性能など各種性能の維持やブラックボックスなど、触ることが許されており、メンテナンス修理オーバーホールアップグレード作業を行えるのがメーカーであるロッキード・マーティン社と国際整備拠点 MRO&U のみなんだ。MRO&U メンテナンスリペアオーバーホール&アップグレードはアメリカ本国の他にはイタリア、日本、オーストラリアに設置されているぜ。韓国は日本を敵国とでも感じているのか。アジアで運用されている F35 戦闘機の整備拠点が日本の三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所、小牧南工場なのにもかかわらず日本においての整備を拒んでいるらしい。したがって、韓国空軍が運用しているの F35 戦闘機のメンテナンスを高い経費をかけてはるばる遠いオーストラリアで行っているらしいが、どれくらいのサイクルでメンテナンスを行っているのかは不明だな。今回の F35A 事故機についてはマーカーであるロッキード・マーティン社と事故原因を調査し、修理するかどうかを決めるのだろうけど、言うまでもなくオーストラリアでの修理になるんじゃないかな。韓国空軍によるとパイロットに怪我はなく、機体にも大きな損傷はないとしているよ。しかし、胴体着陸をしているんだから胴体下部は大きく損傷していると思われ、大規模の修理費用が発生するだろうから経費の面から、1機およそ97億円の戦闘機が部品取り用になるかもしれないとの声も聞かれるな。F35 戦闘機は一定の飛行時間をオーバーするとメンテナンスやエンジンのオーバーホールが必要な機種であり、メンテナンス費用の節約による整備不良での事故は絶対に避けなければならないんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年10月17日から韓国のソウル郊外のソンナム市にあるソウル空軍基地で開催された、ソウル ADEX2023 において、韓国がインドネシアと共同開発中のジェット戦闘機 KF-21 ポラメが初めて一般公開されたよ。KF-21 は韓国空軍が現在も運用している FA50 に次ぐ国産戦闘機として、2001年3月に韓国空軍士官学校の卒業式において、当時の金大中大統領により開発計画が発表され、韓国航空宇宙産業 KAI が開発を進めることとなり、総事業費として開発費8兆5000億ウォン約8500億円に加え、量産費9兆6000億ウォンと合わせて、総額18兆1000億ウォン約1兆8000億円の予算が計上されたぜ。さて今回はそんな韓国が開発を進める国産戦闘機 KF-21 のポジションについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。KF-21 の開発計画にはインドネシアも参画することが決定され、開発費の分担は韓国政府が 60%、KAI が 20%、インドネシアが 20% となり、インドネシアは約13億ドルを支払って、最大48機の KF-21 を取得するほか製造技術移転を受ける予定だったけど、インドネシアは国内の防衛予算が制約を受けていることを理由に、分担金の約 13% に当たる1億9000万ドルしか支払っておらず、韓国防衛事業庁によると2019年7月時点でインドネシアの分担金残額は2億5000万ドルとされていたよ。これに対してインドネシアは、インドネシアンエアロスペースがスペインと共同生産した CN235 輸送機、世界的には PTDI として知られているを韓国に提供するほか、天然ゴムなどの資源の現物の運用によって、補填することを申し出るなどして解決したと見られているね。KF-21 はイギリスのジェーン航空記念館によると、開発当初はステルス性能が高い第5世代の双発マルチロール機と評価されていたんだけど、その一方で、開発元の KAI は公式サイト上で KF-21 をアメリカのロッキード・マーティン社製の F16 ファイティングファルコンを韓国向けに改修した KF-16 よりも高性能な第 4.5 世代戦闘機であるとしているみたい。その理由として推測されているのは、KF-21 へのミサイルなどの搭載にあたっては主翼や胴体下にむき出しで搭載され、他の第5世代戦闘機のように胴体下面に備えられた開閉式の兵器クラウェポンベイが設置されていないことにあるな。KAI からは KF-21 の胴体下に兵器を吊り下げたイメージ図が公表されており、このことがステルス性能を著しく低下させるとして、同機を第5世代戦闘機として分類することを疑問視する声が上がっていたわけだ。同機の外観はロッキード・マーティンが開発したアメリカ軍の第5世代戦闘機ステルス戦闘機 F-22 ラプターや F-35 ライトニング2の外観によく似ているものの、このウェポンベイ非搭載であることによって KAI では同機を第 4.5 世代戦闘機と称するより他なかったのであろうと見られているね。KF-21 の初舷は全長 16.9 メートル全幅 11.2 メートル全高 4.7 メートル最大積載量 7700kg 最大離陸重量 25600kg とされ、ゼネラルエレクトリック GE のアフターバーナー付きターボファンエンジン F414 を2発搭載して、最高速度はマッハ 1.81 時速 2200km を発揮するというよ。KAI では KF-21 について、国産の高性能かつ低コストとされるアクティブフェイズドアレイレーダーを含めた高性能のアビオニクスが搭載されるほか、電子戦装置 IRST データリンクなどが搭載され、運用要求においては高速迎撃能力超音速巡航能力に加えて、ある程度のステルス性能を持つマルチロール機であると規定しているんだ。これは KF-21 の開発計画が発表された当初、韓国が初めて国産開発製造をする第5世代ステルス戦闘機であると喧伝されたにもかかわらず、上記の理由で中途半端なステルス戦闘機との評判が高まったことを払拭するためと見られていて、韓国側としては輸出を念頭に置いている KF-21 の評価を低レベルの第5世代戦闘機とするよりは、高性能な第 4.5 世代戦闘機としてイメージアップを図りたいとの思惑があるものと見られ、このような対処の上手さが、韓国が世界の兵器市場においてシェアを伸ばしている理由であろうとの見方もあるな。KAI では KF-21 の今後の開発計画について、まず対空戦闘能力のみを追求したブロック1を、2026年までに韓国空軍に配備するとしていて、その間にセンサー能力などを向上させた地対艦攻撃能力を有する、ブロック2の開発を進めて、さらにウェポンベイを搭載するなどの改修を施したブロック3の開発を進めていくものとみられ、ウェポンベイを搭載したブロック3の登場をもって KF-21 を第5世代ステルスマルチロール機として世界にアピールするのではないかと見られているぜ。ただ、KAI では現時点ではブロック3の登場がいつになるかについて具体的な計画は立っていないとしており、現時点においてはアメリカの NGAD ネクストジェネレーションエアードミナンス計画や、日本、イギリス、イタリア3カ国が共同開発を行っている次期戦闘機にフランス、ドイツ、スペイン3カ国が共同開発を進めている FCAS フューチャーコンバットエアーシステムなど、世界の戦闘機開発の趨勢は第6世代とされる次世代戦闘機の開発に移っていることから、KF-21 のブロック3もまた遅れてきた第5世代戦闘機と揶揄される可能性は否定できないんだよね。また、ブロック1が収益したとして韓国空軍では2028年までに40機を調達する計画であるものの、パートナーであるインドネシアが負担金を完済したとする情報はなく、残金の支払いは交渉中であるとされていることから同国に納入できないことが考えられ、その場合 KF-21 の製造コストが大きく跳ね上がって、ロッキード・マーティン製の F35 も上回る可能性がインドネシアのメディアなどから示唆されているよ。韓国ではこのような状況下にある KF-21 を世界市場に売り込むために、マルチロール機を標榜している同機に様々な機能を付加させようと試みているな。KF-21 は制空戦闘用の一人乗りの単座型だけでなく操縦訓練の目的で複座型の開発も進められているけど、その機体を対地対艦攻撃用兵器を統制する乗員を乗せる複座型攻撃機とするほか、無人戦闘機編隊の編隊を統制指揮する司令機としての運用も検討しているとされているね。これは共同戦闘システムコラボレーティブコンバットシステムという名称で、無人機 UAV を用いておとりとして敵の目を欺いたり、電子戦や ISR 情報監視偵察に活用したりするほか、攻撃なども実施させ、その統制と指揮を KF-21 複座型の航跡の乗員に実施させるというものだよ。これらのことから、韓国側による KF-21 の輸出戦略は同機の装備についてコンポーネント化することで、同機に興味を持つ国の要求に応えられるようにするものであると見られ、韓国のこの兵器輸出における柔軟性はこれまでにも同国の兵器輸出の際に見られたものってわけ。実際に KF-21 に対しては UAE アラブ首長国連邦や、韓国からこれまでに多連装ロケット砲システム計2000社、計9自走榴弾砲 FA50 戦闘機などを輸入してきたポーランドが興味を示しているとの情報もあり、韓国側の兵器輸出に対する設計変更や現地生産などへの柔軟性が評価されているものと見られているな。現代のジェット戦闘機は世代が変わるごとにその能力が格段に向上し、機体、アビオニクス、兵装など様々な分野において、高度な技術が求められ開発製造コストが膨らんでいることから、アメリカやロシア、中国などの技術力と、経済力を持つ国家でなければ単独開発が難しくなったと言われているぜ。日本においても2035年に退役を迎える F2 戦闘機の後継となる次期戦闘機開発においては当初単独で実施されることになっていたものの、戦闘機開発の最新技術の蓄積がないことと開発製造コストの増大が予想されることから、3カ国共同開発にせざるを得なかったと見られているね。また、アメリカにしても第6世代戦闘機の開発には費用対効果の点において躊躇しているとの見方があるほか、中国も第6世代戦闘機は無人機を開発するのではないかとの噂があり、韓国の KF-21 のマーケティング戦略が注目を集めているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。現在、韓国に導入されている F-35A ステルス戦闘機の気になるところといえば、やはり機密情報だろうね。一応米兵が24時間張り付いて監視している状況というのと、韓国仕様は外側だけが F-35A 戦闘機であることを視聴者の皆さんは知っているだろうか。日米ともに韓国を信用していないのが現実で、単に米国が売り込んだだけかもしれないという話もあるな。今回はそんな韓国仕様の F-35A 戦闘機について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の航空自衛隊も調達を進めている米国ロッキード・マーチン社製の最新鋭第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2戦闘機 A 型を、いまいち親日なのか反日なのかつかみづらいお隣の韓国でも40機を目標に調達中だね。韓国では当初総数60機の F-35 ライトニング2戦闘機 A 型の調達を検討していたこともあったようだけど、金銭的に無理が出て現在は40機に下方修正しており、2019年から2022年にかけて40機調達していたよ。そのうち1機は2022年1月、飛行中には死と衝突してしまい、修理費が新規購入費を上回ることから廃棄処分が決まり、現在は39機を運用しているところだね。すると、前言を撤回するかのごとく、韓国防衛事業庁は2023年12月27日、軍の次期戦闘機導入二次事業として米政府と最新鋭ステルス戦闘機 F-35A の追加購入契約を同月8日に締結したと発表し、2027年から新たに20機の F-35A が配備される運びとなっているわけだ。この二次事業で追加の20機が配備されれば、空軍が保有する F-35A は59機に増えるということだな。韓国防衛事業庁は追加導入する20機について現在運用中の F-35A に比べ、脅威への対応、暗号保安、武装などの性能が大きく向上すると説明していたぜ。いわゆる兵装の搭載量が既存の 1.5 倍に増え、レーザー誘導式の精密誘導爆弾 JDAM など新たな武装も可能なんだって。また同庁の韓順飛航空機事業部長は次期戦闘機二次事業により韓国型3軸体系の完成度を高められると期待すると述べていたよ。北朝鮮が保有する核ミサイルへの対応体制である韓国型3軸体系は、ミサイル発射の兆候を探知して先制攻撃するキルチェーン。発射されたミサイルを迎撃する韓国型ミサイル防衛体系 KAMD。北朝鮮から攻撃された場合に指導部などに報復攻撃を行う大量反撃報復 KMPR から構成されているんだ。つまり高性能ステルス戦闘機はキルチェーンの中核を担うわけだが、この監視はまた、一次事業で導入された F-35A の性能を改良する事業も準備中であるとも伝えたぜ。こうした中で韓国は軽空母の保有計画を表明しており、確定か否かはまだ判然としないが、これに向けて短距離離陸垂直着陸可能な B 型も20機程度の調達を目指す方向で動いているらしい。2022年11月に韓米両軍が実施した大規模航空訓練ビジラントストームに参加するため、米海兵隊の最新鋭ステルス戦闘機 F-35B が4機、朝鮮半島南西部に位置するチョルラ北道にある在韓米空軍の軍山基地に着陸したよ。そこで日本の現状がどうなっているかというと、F-35 ライトニング2戦闘機の A 型を105機、B 型を42機調達することを決定しており、この数は今のところ本国アメリカに次ぐ2番目の多さとなっているんだ。韓国が B 型や軽空母建造の方向性を急ピッチで打ち出してきた背景には、日本の海上自衛隊が護衛艦出雲加賀に航空母艦化の改修を行うことへの対抗策としての意図が大きいのだろうね。ただし、B 型は世界的に見てもアメリカやイギリスが調達計画を引き下げる動きを見せていることもあり、ここに来ての韓国の動きはロッキード・マーチン社からすれば、ある意味でビジネス的にも大歓迎しているのかもしれないな。しかし、軽空母の開発に先立ち、韓国側がアメリカに要求してきた設計の前提に必要となる情報の開示を、ロッキード・マーチン社は契約後にしか明かせないと当然の対応を見せているのも事実だぜ。そもそも韓国は現在保有している独都級強襲揚陸艦の後継艦として、従来の3万トン級の大型輸送艦建造を表明していたが、これは中国に空母保有だと思わせない表向きの配慮だと見られていたからな。それが日本の海上自衛隊が護衛艦出雲加賀の航空母艦化を事実上、明らかにしたことから、その対抗策として考えたものであれば中国の機嫌を損ねることなく、大手を振って空母保有が可能と考えたんだろうね。日本のように周囲を広い領海で囲まれているからこそ、中国軍の脅威に対して南西諸島の防衛には限られた陸上拠点からだけでなく海上拠点として、出雲加賀によって運用される B 型の必要性も納得がいくよ。ただでさえステルス性能の向上のため、F35 ライトニング2戦闘機は燃料搭載量が限られており、B 型だけでなく A 型に関しても従来機より航続距離行動半径が短く、空中給油機とともに必須なんだ。また、韓国の領海の広さは日本の約 10% 程度と少なく、仮に北朝鮮の領海を含めても約 12% 強ほどであり、何かあっても十分に陸上の飛行場からの A 型の航続距離行動半径に収まるものと考えられているな。当然ながら政治的に韓国内で承認されるのであれば、日本側が別に口出しすることでもないだろうけど、ロシア製の地対空ミサイルを調達したトルコのように、韓国がアメリカの意に反しつつあることは懸念されるぜ。実はイタリアも F35 ライトニング2戦闘機を A 型 B 型とも調達を進めているレアな国の一つだが、それに輪をかけるかのごとく新型コロナウイルスの影響で中国経済の援助にますます依存しつつあるんだよね。韓国は完成品の F35 ライトニング2戦闘機をアメリカから購入しているだけだけど、イタリアはヨーロッパ各国向けの同機の組み立て製造やメンテナンスを行う拠点、FACO ファイナルアセンブリー&チェクアウトラインを日本と同様に承認されているんだ。このことを鑑みるとイタリアから F35 ライトニング2戦闘機に関する中国への情報漏洩も非常に危険性が高いのではないかと疑われ、韓国同様にその意味で日本にとっては脅威とも感じてしまうよな。イタリアの件で触れたように日本では三菱重工業が主となって、愛知県に F35 ライトニング2戦闘機の組み立て製造やメンテナンスを行う拠点の FACO を開設しており、アジア地区の同機の整備を担当しているよ。搭載するソフトウェアを更新することで最新の能力が追加されていく F35 ライトニング2戦闘機には、日々のメンテナンス以外のアップデートは必ずこれらの拠点で実行することが定められているわけだね。もちろん韓国はアジアの F35 ライトニング2戦闘機保有国であるが、政治的にも感情的にも日本にだけは自国の同機を持ち込むことを拒んでおり、この点に関しても戦々問題化してくるんじゃないかな。日本の F35 ライトニング2戦闘機の調達価格は、A 型 B 型の合計数147機の平均で1機当たり約120億円強に相当すると言われており、これは韓国より3割ほど高額らしい。日本の方が調達する機体数がはるかに多いにもかかわらず高額というのは理屈に合っていないし、もしくはアメリカの言いなりになっているだけだとの指摘もあるが、一応 FACO 開設を含んだものと解釈されているぜ。日本からすると軍事的には何を考えているわからない韓国は、インドネシアと共同で開発を行うはずだった国産の 4.5 世代戦闘機 KF-X に関しても、インドネシアからはしごを外されてしまい、開発費の負担上からも窮地に陥っていたな。そもそも日本の約半分の人口にもかかわらず、ほぼ同額の軍事予算を捻出していることに対して、国民からもっと有効な使い方を求める声も一部からはすでに吹き出してきていて、それであれば日本の FACO を使うべきだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。